同じくアウトナイル、マイルドワイルドカワイルド、サキケッシュ優勝。赤コーナーより、シワでの爆音娘、青木五木選手優勝。さあ、ジャガーのスリーパー強烈。
さあ、ということで、最後のオープンステージ、頑張ってまいりましたが、しかし再び、赤コーナー陣営に捕まってしまいました。さあ、ここで、ショーンキャプチャーの元気印、青木つき、強烈なエルボー。さあ、アイロンからボディアタックか。さあ、抑え込んでいって、7分止め、カウント2つ。さあ、ちょっと、サイが捕まってしまったか。まだだと追い立つ。さあ、青木の三段活用。強烈な右アタックでありました。逆に上げてまいりましたボディスラム。さあここで先にスイッチ。さあ5分経過、5分経過。さあ先と最後のビッグが出るんでありましょうか。さあダブルのビッグルーツがありました。さあ今度は先だ。おっとダウンタウンの成功のキックから青木月が残念のロールキック。さあここで再びジャガー当たり、さっきの対戦になってまいりました。さあこの日も荒々しいジャガー横田が強烈なエルボー。さあ逆に繰り返してさっきはしかし、ジャガーのカウンター、フロンパーキック。さあ、今度は、ジャガーのこのかかと落としの突入に行くよと、まいりました。さあ、そして、ここでジャガーが、こんなツイストであります。さあ、これは最後、早くパックでありますが、ジャガーが分断していく。さあそしてここでジャガーがそのマスタースローカリー、そして絶好回転かかと落とし、ジャガーにこの絶好調であります。さあそして五木何やら指示を送ったぞ。さあ青木につきたい先であります。さあ先をコーナーに飛ばして五木がバックエルボーからさあ、青木月がボディプレスアプライズ先カウント2つ。さあ、今度は五木がショルダーに担がれるか。取り合わせ先がエルボーで阻止してまいります。さあ、強烈なエルボー青木月。しかし先に後のビッグブーツがある強烈な喧嘩キック。しかし五木のエルボーもすごいぞ。しかし先にも意地がある。さあエルボーかビッグブーツか。さあ、お互いに倒れません。慎重にもしかしエルボーでひざまずいたら、さあ、青木つきが狙ってくるが、しかしカウンターのビッグブーツは先であります。さあ、ボールの体勢カウンターの体勢。さあ、ここで最後スイッチであります。さあ、最後このビッグブーツは得意のシーンで、さあ、ダイナミックな攻撃が売りの最後であります。カウント2つ。さあ今度はボディスラムからギロチンのロック。さあ体格、体格。
カウントパス。さあ今度はフィッシャーマンからっていうのか。さあブロイツキも阻止したが、さあサイが来るぞ。さあ再び強烈なリッキングレッツランピングして、さあここで先も読み込んで、あっとサンドイッチのビッグブーツはこれはどうなりますか。さあそこにナムロイヤットアフィスキー、まだ飛んでる。さあジャンプ始めるのか。さあジャンプの方がこれはこのビデオになります。フロントサイドからの飛び込むヒーロー。さあ、いつきが狙っているぞ。さあ、ハイマンがラブリーアレンジ、そして一気にブレイクマスターホールド、ホールド、ハウトスタッツ。さあ、危なかった。さあ、ジャガーの溶け込むヒーローから一気に流れが変わりました。さあ、しかしサヤもかわしてスピアタック。さあ、抑え込んでいく。カウントスタッツ、10分経過、10分経過。さあ、10分を経過して、サヤがバックを取るが、いつきも警戒している。さあ、逆に青木一輝が、さあ、強烈だ。バッターを倒していった。カウントパス、連携が押すことになりました。さあ、ここでジャガーの前方が一転から落とし。さあ、ジャガー横田の我が物なかかとが暴れ回っている。さあ、しかし、ラブを狙うのか、避けた際。さあ、しかし、これを倒したが、さあ、先ほどビッグブーツから、さあ、サイがフィッシャーマンズ、スープレックスホールド、ジャガーボーイになるかならなかった。さあ、しかし、サイチャンスでありますが、ここで、いつきがラリアット、追いついてラリアットから、ここはジャガーのフィッシャーマンズ、スープレックスホールド、ラウンドアップス。このあたり、ジャガー横田の切れ味。さあ、バックを取る、バックを取る、ジャガー。さあ、しかし、サイをこらえていくが。さあ、エルボーをかわしたが、DDT はサイ。さあ、サイチャンスだぞ。レジェンド超えなるか。さあ、サイが狙っているが、さあ、変わらずのビッグブーツ。さあ、ホールが入るが、これは一戦終わりました。さあ、試合の演技は、サイコジャガーであります。さあ、ここで、サクとサイが、さあ、ダブルを狙うところ、同士一致。さあ、今度はジャガーが、投げ回しのジャーマンか。しかし、サクはアトミックドロップで、さあ、サクがジャガーを、捕まえるところで、サイも立ち上がっていく。ありがとうございます。さあ、サイにつないだぞ。さあ、サイは、ナタルシキを狙うのか。しかし、青木につきがいったぞ。さあ、サイがサイを落としていくか。さあ、この体勢、ジャガーがセカンドロップから、前方回転、かかと落とし、蹴りがダメ、蹴りがダメ。これを6回してまいりました。6回した際、さあ、サクがビッグブーツ、しかし、いつきがラビアット。さあ、そのままジャガーがレッグロール、クラッチホールド。ジャガー横田、最後ジャガー横田、この最後一瞬の隙を最後から足を絡めて、ジャパニーズレッグロールクラッチホールド。このまさにジャガー横田の狂気、引き出し健在でありました。 Yeah!
スタイルプロレス、みんな楽しいですか？将来タイガーマスク後援会がついてくれ、ジャガーさんが入ってくれ、そしてタイガーコインを出し、我々はすごく充実試合をしています。前回の試合は全てがいい試合でした。今回もそうなるように皆さん期待してください。プロレスの日を絶対に消さない、絶対に守ってみせる、この姿を女子プロとの複合によって実現させてもらっています。これからますます伸びていきます。スロープスタイルプロレス、皆さんこれからもよろしくお願いします。昨日、藤原先生の食事に泊まりました。藤原先生、どこですか？先生、すごいわ、名前は言えませんけども、格闘技界のすごい選手ですと一緒にご飯を食べて楽しかったですよね、先生。何より良かったのは、先生が酔っ払って暴れなかったこと。世界最高の格闘家と世界最高のプロレスを待ち合わせて、これからもますます前進していきます。皆さんよろしくお願いします。